徳派が設立した森本町協会1942年徳派流行は日本の牧師、神学者、日本キリスト改革派協会の創立者の一人、山形県の新城藩の氏族の時和作太郎とその妻徳派信の,の長男として生まれる、父は上山小学校校長であった、1915年沖縄県立第一中学校を卒業。 東京高等工業学校に入学。1918年に、父が死去。おじの時は金太郎によって、キリスト教信仰に導かれ、同年1918年、日本キリスト教会の指導者、上村正久牧師より、富士見町教会にて洗礼を受ける。1920年、上村正久の創立した東京新学者に入学。1923年に卒業。 同級生に、熊野義孝、小野村林蔵牧師の詩式で結婚する。牧師夫人となったのは、床はもとであった。後に、次男事情を与えられる。1925年牧師の暗示令を受ける。1935年にウェストミンスター神学校に留学し、ジョングレスサム・メイチェンの講義を受講し、改革派信仰の革新を得る。1942年東京府は座区に、 日本キリスト教団森本町教会を設立。1946年、日本キリスト改革派教会の創立大会を開き、日本キリスト教団を離脱する。日本キリスト教団の結成式で行われた宮城洋杯は偶像礼拝であり、神に対して死に値する罪であったと、神の御前に告白した。1951年に森本町教会を、 東京温庁協会に解消する。1961年11月、新海約聖書観光協力会の日本キリスト、改革派協会の代表及び会長に就任し、の新海約聖書の翻訳事業をリードした。1967年に70歳で東京温庁協会牧師を引退する。1977年に80歳で昇天した。 おじの金太郎は1905年に上村正久より洗礼を受け、1916年に日本キリスト教会伝道局巡回教師職宅として佐渡島で伝道活動した人物で戦闘的デモクラットと呼ばれた郷土師屋であった。留学前に名チェンの翻訳者である角名勝羅学牧師に出会っていた。ジョン・ヤング、天皇制とキリスト教を産業出版社。 ありがとうございます。